1年7月28日は、日本の明治諸島から昭和にかけて活動した、大地主、両農工銀行と、省内貯蓄銀行の創業者、電力会社役員、政治家。山形県田川郡水沢村出身、東京大学農学部卒。伊藤智正の4、男として、田川郡水沢村に生まれ、民吉と名付けられる。明治18年に、 やばせ村の豪農である木村九兵衛の婿養子に入る。明治24年に家督相続九兵衛を襲名した。高知整理事業に取り組んでいた九兵衛は東大卒業後工作地の水不足を解消するためにドイツからドイツ製の15馬力の電動機を輸入し石川島造船所製のポンプと組み合わせた電力用水器を設置した。これが日本最初の 農業殿下と言われ、その技術は日本農業の発展に大きく貢献し、旧米は日本農業殿下の生みの親と呼ばれるようになった。そしてその後、政界、実業界にも進出し活躍。明治25年に大泉村議となり、明治29年には西田川軍会議員、明治36年には県議会議員につき、副議長に押された。また、 両不農耕銀行、省内貯蓄銀行を創設。他に、鶴岡水力電気株式会社の取締役として、経営に携わるなど、各方面で尽力した。日清戦争と日露戦争では、多額の軍費を奉納。戦前戦中、全国定員45名だった、貴族院多額納税者議員の選挙権と非選挙権を持っていた一人。昭和三年。 今樹宝省受賞。昭和8年7月28日、79歳没。鶴岡市矢橋の宝蔵寺に葬られる。平成15年12月、農事殿下50周年記念に、山形県と東北電力から寄贈された、農業殿下発祥の記念碑昭和52年10月、農業殿下協会から寄贈された。 農業電化発祥の記念碑、h t t p コロンススララッッッシシュュアプロードドット w i k i m e d i a o r g スラッシュウィキペディアスラッシュコモンズスラッシュ d スラッシュ d にスラッシュ k u h e 木村 27s ボードモニュメントに、JPG 明治30年代の米作りでは、農家が水不足に悩まされていた。関電農法が流行りだし、高知整理や改善が進み、 同時に農業用水の需要は増大する一方、田植え前後の需要期や滑水器には各派側の末端で水不足をきたし各地で水争いが絶えなかった。そこで矢場セ高知整理組合を組織して高知整理事業に取り組んでいたキューベイは電力を利用した考えに着目、電力用水器の設置を発案した。その後、 設計を担当した鶴岡水力電気株式会社の今井義と東京多摩川浄水場の浄水設備や横須賀海軍施設ドックの排水設備を視察。地主らに諮って明治35年に矢場セ用水機組合を組織し地区を流れる湯尻川に用水機場を設置した。この用水機は旧米がドイツから輸入したジーメンスウンとスケ社製の15馬力参照。 交流油田の電動機と石川島造船所製の容量1分40個く、あまりのセントルフューガルポンプを組み合わせたもので、設備費は総額2499円28銭。これには、大泉地区、清流寺川、初沢川各水利組合の補助を受け、木村家も100円を寄付。鶴岡市によると、残りの474円57銭は、他の地主が負担したという。 当時は、鶴岡水力電機会社が創設されたばかりで、大泉地区にはまだ電灯がなかったため、用水器が設置されたのを機会に、木村家のほか、村役場、小学校に点灯された。矢場製用水器組合と鶴岡水力電機との電気、利用契約は、昼間が5月から8月までの4ヶ月、夜間が5月27日から7月26日までの2ヶ月で、 電力使用量は10時間単位で1円70銭であったが、これは、組合代表の9米が、鶴岡水力電機の有力株主であったことから、便宜を図った金額であったという。一方、電気会社にとっても、オフピーク時である、特に昼間の市場開発としての意味は大きかった。電力用水器の設置によって107ヘクタールの水田を潤した。これが、 日本最初の農業殿下と言われ、昭和10年2月、矢場セ用水器組合は、農事殿下功労者として、農事殿下協会の表彰を受けた。また、平成15年12月、農事殿下50周年記念に、山形県、東北電力の協力で、用水器場の設置場所に、農業殿下発祥の記念碑を建て、旧米の功績を称えると同時に、後世にその偉業を伝えている。 ありがとうございます。